演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、博多の美酒風味庵ですね。風味庵というところにあるお菓子を、はい、あります。食べてみたいと思います。いろいろ、博多のお菓子というと甘王のイメージになるんですが、あの以前食べたパイの甘王美味しかったからな、これにも使われてるのかな。まずはどんな感じ。お、甘王を見つけました。こちら甘王さんのクッキーでは早速、あらら、ちょっと残念なことになっちゃってるな。ではまず、でも終わり良ければってことで、いい香りだ。いただきます。分厚めのザクザクとしたクッキーの後に来る甘王の甘酸っぱさが効いたクリーム、とてもよく合ってる。ほとんどクッキーの中に何か入ってる気がしますね。いきなりすごいんだったな。こちらの点数をさせていただきます。では続きまして、こちら博多みずきというのでしょうか。博多通りもおっと、好きというだけあって三日月になってますね。満月も、満月だとちょっとただの饅頭避難食と書いてますが、ではいただきます。ふんわりしっとりとしたバターの効いた避難所で美味しかったですけど、ちょっと甘王がない分物足りなさもあるかなと思える部分もありましたので、こちらの点数とさせて、まあお菓子は甘王が重要というわけではないと思うのですが、まあせっかくだから博多だったら味わいたいなと思う気持ちもある。では続きまして、こちらのダグワーズ食べていきたいと思います。ダグワーズっていいんだよ、前に似たような感じ。ちょっとコロッといったのと思ったら意外といかない、すんなりといけないのかな。ではいただきます。サクッとした食感と生地に意外と歯応えがあったのは良かったですが、それ以外が弱いかな。クリームも何のために入ってるのかと思えてしまったような感じがしたので、これはこちらの点数させていただきます。多分カスタードと思うんですけど、もうちょっと主張してほしかったな。では続きましては、これは何なんだろう。おそらくスティック系統なんでしょうけど、横からね、何なのかよくわかりません。ではそれを知るためには出してみましたら、バウムクーヘンのようにも見えます。ではいただきます。甘王いちごが使われている甘酸っぱくてふんわりとしたバウムクーヘンの上にはまろやかなミルクチョコレートがかかっていて、ふんわりとしたミルクがいちごバウムがよく合ってとっても近い。甘王の甘酸っぱさはやっぱりこんなにいきますね。もう今度は年輪の形でかぶりついて食べてみたい、そんなバウムクーヘンでした。ではこちらの点数を使っていただきます。続きまして、こちら博多チョコブラウニーって書いてあります。まず確かにブラウニーです。でも博多チョコレートのイメージないんだけどな、どうなんだろう。チョコは濃厚で中にナッツか何か入っててザクッとした食感で美味しかったのですが、ちょっとこれ博多らしさは足りないかなと思いましたので、こちらテストです。
ちょっと歯型が好きな特産品とか入れてほしかったな。で、ラストはなんか焼き菓子が続いた中で最後のこちらのゼリーなんですけど、これ何のゼリーなんでしょうか。裏側から見てもわからない。まあ、これだから食べてみるしかないですね。今吸ったの汁の感じだと柑橘類なんですけど、あれなんでしょう。まあ、最後はチュルンと甘酸っぱく。箱の裏側に書いてあったのがニューサマーオレンジというらしいですね。これ確かに柑橘のさっぱりとした酸味はありました。ちょっと足りないかなっていう気がします。もうちょっと柑橘が強かったものがいいのかなと思ったので、こちらもテストに載っていただきました。というわけで博多とお菓子組み合わせとっても美味しかったです。やっぱり博多でお菓子というとあまおうのイメージが強いんですが、それ以外も美味しくてびっくりしました。ただやっぱりあまおうには勝てないかな。というわけで次はあまおう尽くしで食べてみたいです。それでは元旦に死を迎えるかな、このエビは。おせち料理のエビのことをしてるんでしょうね、きっと。そうです、そうです、違いない。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると嬉しいです。演武ペイン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。